オスカル・モンテリウス・グスタフ・オスカル・アウグスティン・モンテリウスは、スウェーデンの考古学者。考古資料の変年と、相対年代の決定に大きな足跡を残し、特に、その方法論としての形式学的研究法の提唱は、世界的に大きな影響を与えた。1843年9月9日、スウェーデン王国の首都ストックホルムに生まれた。幼い頃から人類学。 戦士考古学を志したと言われる。北欧有数の大学である、ウプサラ大学を卒業。同大学では、歴史学を学んだ。1863年以降、ストックホルムに所在する、スウェーデン国立歴史博物館に助手として雇われ、ここでも学んでいる。1869年、母校ウプサラ大学で博士号を取得。1871年、 有名な事前家となるアグダと結婚、同年、国立歴史博物館の博物館員となった。若いモンテリウスは、1870年に開始された、ハインリッシュリーマンによるトロイアの発掘調査の話に、魅了されたという。1880年には、スウェーデン国立歴史博物館の教授に昇進した。モンテリウスの発火1907年。 国立歴史博物館の館長に昇進すると同時に国家古物管理官に任じられ、スウェーデンの文化財の保存や研究に大きな功績を残した。1913年、両職を引退。その後は1917年から21年まで、スウェーデンアカデミー会員の地位にあった。なお、ロシア帝国の歴史家で、イギリスに亡命したミハイル・ロストフ・チェフとは、親交があり、 ロシア革命勃発に際しては、ロストツェフを援助している。1921年11月4日、ストックホルムで死去。ストックホルム北墓地に眠る。トロイアの発掘に大きな刺激を受けたモンテリウスは、青銅器時代と鉄器時代を中心に研究を進めた。ヨーロッパの青銅器文化の変年と人連。1870年代、モンテリウスと、 国立歴史博物館の同僚ハンス・ヒルデブラントは形式学的研究法を相次いで発表した。形式学的研究法とは考古学における研究法の一つで、考古資料特に異物の形態、材料、技法、装飾などの所得徴によって分類された形式を年代的な変遷をたどって地域的な相互比較を行って、その異物の時間的な意思分布上の位置関係、 さらに形式相互の関係性を明らかにしていく方法であり、19世紀中ようにチャールズ・ダーウィンの唱えた進化論から大きな影響を受けている。それにしても人は物を作るときに進化の法則に置かれ、その法則に支配されるが、思うがままの形を作ることができないほど人間の自由は制限されているのだろうか。モンテリウスはこのように述べて、 人間は何の制約もなく、勝手気ままにものを作り出すことは不可能であり、その作品は制作者の置かれている技術的、社会的諸条件から何らかの制約を受け、一定の発展の法則に従って変化するという認識を示した。モンテリウスは産業革命を経て技術革新の著しい19世紀後半の西欧にあっても、 諸条件からの制約が確認できる例として、鉄道客車の形態変遷を挙げた。そこにおいて彼は、いわば進化論における生物の痕跡期間に相当するものが技術史においても確認できるとして、技術が未発達で選択の範囲の少なかった過去にあっては、前代からの影響は一層強く残ったであろうと考え、年代変化の系統的把握の可能性を主張した。 モンテリウスはまた、系統的な変化の法則を、考古資料の入念な観察を通じて、具体的な形で示し、異物を年代順あるいは、発展順に並べる方法を完成した。すなわち、北ヨーロッパの青銅器文化における止め針の事例を、はじめとして、ヨーロッパからオリエントにおける各種の異物について、その形態、装飾、制作技術などを、比較検討し、 その変化をたどることによって、多くの異物の系譜を明らかにしていったのである。青銅器時代の北欧の留め針モンテリウスの変年によれば、北欧釣り域に属する留め針である。モンテリウスは、北欧の留め針変年を4期に分け、また、このようにして明らかにしていった異物の系譜を、形式の組列と名付けた。ただし、彼は、形式の組列の編成作業はあくまでも、 仮説の提示作業であると断っている。モンテリウスによれば、異物の形態変化ばかりではなく、各段階において決まった異物の組み合わせがあるとし、これを一括異物と称した。そして、形式の組列という作業仮説の検証にとって、重視すべきなのは、一括異物の検討、すなわち、そこにある二つ以上の異物がどのように共存しているかの検討であるとした。 形式の組列の検証方法としてもう一つ彼が掲げたのは地質学を応用した遺跡におけるの相違の確認であった。遺跡における上下の層の時間的な体積の順序を明瞭に認識し、形式の組列が相違的な上下の順序で確認されれば、その仮説の正しさが検証されたものとして扱った。以上のようにモンテリウスは形式の組列を 1. 形式の痕跡期間の確認2.1かつ異物の検討 3. 遺跡における相違の確認という3方法により検証することによって各地域のそれぞれの考古資料の時間的順序に秩序を与え相対年代の確立を図った。そして実際にこの手法を厳密に適用することによってデンマークのクリスチャン・トムセンの3時代区分法における石器時代 青銅器時代、鉄器時代のような大きな時間単位ではなく、より細かな時間単位に異物を区分できるととき、1880年代には、精力的な異物観察と湿度状況に関する厳格な検討によって、ヨーロッパの青銅器時代を6機に、続いて、新石器時代を4機に、鉄器時代を10機にそれぞれ細分した。特に彼が力を入れたのは、ギリシャ及び、 イタリアの全古典文化機の変年であった。モンテリウス像モンテリウスの研究方法は、モンテリウス考古学と称され、考古学研究に科学的な基礎を与えるものと評価された。スウェーデンの考古学者オーベリは、戦士考古学は、この研究法の確立によって、初めて科学になったと述べている。この方法の採用によって、現代につながる。 考古学独自の方法論的基礎が確立し、その一方で初めて文献史学との方法論的区分が可能となって独立した学問領域を持つことができるようになった。彼は19世紀末から20世紀初頭にかけてのモンテリウスの研究法は彼自身の大きな構想のもとに着手されたものの、没年までにわずか2巻の刊行にとどまった。1903年、 その中のオリエントとヨーロッパにおける古代文明期の第一巻研究法が彼自身によってまとめられている。これはモンテリウス没後の1932年浜田工作の翻訳によって考古学研究法として紹介され、以後形式学的研究法は日本考古学研究の基礎的方法論の一つとなっている。なお、法訳の序文の中で 浜田は、元より本書中における、いちいちの霊章には、今日もはやこれを改むべき点も、多少あるとしながらも、モンテリウス博士のこれの書は、永久に、その価値を失わず、その学会における功績は、誰人もこれを認めずには置かないであろうとの賛辞を、送っている。ありがとうございます。